どうも、毎日情報ブログ投稿系男子の TJ です。熱い。いよいよオリンピックも始まりましてですね、いろんな競技で、メダルが出てきてますけども、まあ、今回オリンピックがですね、イギリスロンドンということで日本との時差が半端ない状態になっております。なんで、ライブで競技を見ようと思ったら、日本では深夜起きてもう早朝までずっと起きとかないと見れないという状態が続いてるんで、これは困ったなという状態です。なんとしても見たい競技があった時、そんな時におすすめなドリンクがこれです。モンスターエナジードリンク。前回緑の方を、ご紹介したんですけど、今回はオレンジということで、エナジープラス果汁ということで、こんな色になってますね。それでは飲みましょう。今日はですね、本当に喉が渇いてます。もうカラッカラな状態で、エンジンも切ってるんで、すごく熱いこのサウナ状態の中でこの冷たいジュースを飲むというこの快楽を、全然やばへんよ。行くぜ、モンスター。オフ、オッケー。まあ早速いただきましょう。今日は、誰にしようかな、ジャパネット高田の、社長でお願いします。声のおっちゃん。それではいただきます。はい、どうもこんにちは、ジャパネット高田の社長でございますけどね、まあ、今回似てないのは分かっております。関西弁ちゃいますしね、もっと本人はいどうもこんにちはみたいな感じで裏声使って話すんですけど、まあ、この時車の中が暑くて、頭がボーっとしてたんですね。なんで自分ができるモノマネとできないモノマネの区別がつかなかったんですね。まあ、特徴はつかんでますけど、あんまり似てないですね。分かってないでしょ。残念。オレンジジュースに、エナジードリンクの風味が出た感じです。炭酸もあんまりない感じですね。果汁 50% って書いてるんで、すごく、まあ確かに果汁の匂いというか香りはしましたけど、僕は緑の方が好きです。カフェインが入ってるんで、カフェイン入ってる？ほんまに。まあエナジードリンク、そしてカフェインが入ってるということで、まあ、夜の夜更かしの、お供にちょうどいいんじゃないですかね。味もこれよりも緑の方が僕はおすすめなんで、緑を買ってみてください。はい、ということで今日はモンスターエナジードリンクオレンジバージョンでした。大阪はですね、今週は猛暑日が続くということで、35度以上が続くということで、暑い日が続くと思います。そして熱中症、そして、脱水症状にはくれぐれも気をつけて、皆さんこまめに水分を取るようにしてください。汗が目に入りました。僕もこのままここに居続けるとちょっと、熱中症になりそうなんで、今日はこの辺にしときます。それではまた会う日まで。ちゃんと水飲めよ。歯磨けよ。待ってろ、リオネじゃねえの。オリンピックに出るぞ俺はこの競技で。サムズアップとコメントよろしく。